あ、とりあえず腹筋と腕立てを最近やってますね。その前に言った清潔感の話で、身長が低い男は体格を良くすることによって大きく見せる必要があるって話をしました。で、そういう話を自分でしてるんだから、自分もしなきゃダメですよ。理屈だけ言ってやんないっていうのは一番良くないですからね。私は結論が先にひらめくんですよ。こう神からの啓示みたいな感じ。まあ啓示だと思ってるんですけど、私は。パッてひらめくんですよ、最初に結論が。で、それは正しいんですね。私の主観では正しいんです。で、その結論を裏付けるものは後から持ってくるんです。だから結構謙虚深いっていうか、こじつけ的なところもあるんですけどね。そのためにする議論だから。でもその結論は大体私の中では主観的に正しいし、あながち間違ってないっていうか7割くらい妥当なんですよ。その身長が低い男は清潔感がないって弾かれるっていうのはおそらく真実です。で、これも、20歳前後の単純に関係性によるマッチングができた時代だったら、そこまで大きなハードルにはならないです。まあ、多少マイナス要因ですけどね。でも全然それは跳ね返せるんですけど、やっぱりその時期を過ぎると、それも条件の一つになっちゃうんですよね、年収と一緒で。その最初のところで弾かれるっていうのは。だから少なくとも大きく見せる努力は必要です。まあ30回くらいですけどね、腕立てと腹筋。1日30回くらいはやろうかなって思ってます。まあ暇っちゃ暇ですし、別にやることなんかないんですよ。その仕事をするか、仕事するか寝るか、動画撮るか、まあちょっと勉強するか、くらいしかやることないんで、まああと筋トレ。で、そこで少しでも筋肉がつけば、多少変わるわけです、清潔感も。まあ決定打にはならないですけどね。多少よく見えるのかなと思います。ただつきにくい体質ですけどね。これ体質もあるんで、女性でも太りやすい人がいるのは確かで、男性もそうなんですよ。その筋肉がつきやすい人とつきにくい人がいるんで、そもそもその食事の量からして全然違いますからね。私そんな食べないですし、胃がちっちゃいんですよね。ちっちゃい、子供の時からそうでしたよ。そんな食べらんないんですよ、いっぱい。で、なんか食べろ食べろっていっぱい出されるんですけど、こう周りの大人が食べろ食べろって言うんですけど、食べらんないんですよ。いや、そもそもそう、摂取できる食べ物の量が限られてるんですよね。胃が小さいし、その消化吸収する能力自体が低いので、食べられないんですよ。でもその筋肉をつけるっていうのは余分に取らなきゃいけないわけですよね、栄養素を。だその分を食べなきゃいけない。別に食べたくもないのに食べなきゃいけないんですよ。そんないっぱいタンパク質を何十グラムも取れって言われても取れないんですよね。そんなにいっぱいタンパク質を何十グラムも取れって言われても取れないんですよね。まあだから、その何年か前に一時期トレーニングジムに通ってたんですけど、もう月1万くらいするところに通ってちゃんとトレーナーもついてたんですけど、挫折しました。
そんないっぱいこう食べらんないっていうところがあるんですよね。だから女性で言ったら逆に、その、いっぱい食べられる人がいるわけですよね。いっぱい食べられるし、栄養の吸収も高いっていう、そのイージーゲイナーの人の苦悩と一緒。その人も本当は食べたくないけど食べちゃうわけ。で、太りたくないけど太っちゃうわけですよ。で、マイナスな評価を受ける。現代では。で、それと一緒で私は、真逆なんですよね。食べたくても食べられない。で、食べてもちゃんと吸収できない。で、筋肉もつきにくい。で、体質なんですよね、もともと。だからそれはね、マイナスだと思いますよ、本当。って思うけど、マイナスだって言っててもしょうがないんで、それは何か人生を少しでも良くするためにできることはやらなきゃいけない。変えられないものについてどうこう言うことは不毛だと私は思ってます。変えられないことをとやかく言うのは不毛なことです。変えられることを変える。まあなんかそんな言葉がありましたけどね。ニーバーでしたっけ。変えられないものを受け入れる勇気となんとかっていう言葉がありましたけど。女が年収の高い男を求めるっていうのはこれは変えられないことです。で、女がその背が低かったり弱そうな男に対して好感を抱かないっていうのもこれも変えられないことです。で、変えられないことをとやかく言ってもしょうがないんですよ。で、変えられるものを変えるしかない。身長は高くできないけど年収は高くできるし、身長高くできなくても、体を大きく見せることはできる。だからそういうことはできるんだからやらなきゃいけない。いや、中国語の力だって全く進歩してないわけじゃなくて、一応進歩してますよ。だって去年の冬くらいだったかな？に5級、HSK 5級に受かって、で、その半年後くらいに6級に受かってるわけなんで、ちゃんと力はついてるんですよ。いや、少しずつ成長しているわけです。中国語の力も。英検準1級だって昔は全然手が届かなかったですからね。受ける受ける言って。準1級も一応受かりましたし、ギリギリだけど。まあ少しずつそうやって成長しているわけです。私なりに。だからそういうことを続けていけばいいことがあるんじゃないかなって思ってますよ。ただ本は全く読まなくなりましたね、本当に。一切読まないです。ここに資本論っていうのがあるんですけど。で、こういう資本論を一応読まないにしても、こう机の上に置いとくっていうのは、やっぱり自分がこういう状況になってることをちゃんとこう、理論的に理解したいっていうことですよね。なんかめっちゃ線引いてあるんですよ、こうやって。まあこれを買った時は一生懸命読んでたんでしょう。で、この岩波文庫じゃなくて、分厚いのも持ってるんですよね。これ。で、これにすごいいいことが書いてあるんですよ。この、先坂逸郎っていう、学者が今から55年も前にこういうことを書いてるんですね。私は資本論が労働者、農民、学生、学級者、知識階級一般の座右に備えられることを希望し続けてきた。そしてそれがマルクスという偉大な天才の志でもあった。すでにこれらの額に汗して働く人々がどしどしこの書に近づき、これを読みつつある。
中略、資本論は必ずしも優しい本ではない。しかし、額に汗して働く人々には必ずわかる本である。いわば彼ら自身の自伝であるからである。って書いてあるんですよ。で、この一節を読んだのは本当に10年くらい前なんですけど、ずっとこれが心に刺さってるんですよね。額に汗して働く人々には必ずわかる本である。つまり自分がなぜこういう状況になってるのかっていうのを、その額に汗して労働して生きている人間、だからこそちゃんとこうわかるんですよね、感覚的に。その難しい理屈っていうのは、全部は理解できなくても、やっぱりわかるところがあるわけ。だから資本論はね、読みたいと思います。時間をかけて。で、これって、その親の経済力の庇護下でぬくぬく暮らしてる学生には分かんないですよ、こんなの。自分がそうやって苦労して、労働したことがないから。でもね、今なら分かる気がするんです。で、その資本論っていう、マルクス経済学っていうものがその学説として正しいのか、誤りがあるのかとか、そういう話じゃないんですね、今してるのは。それは私はよくわからないです。経済学は苦手なんで。じゃなくて、マルクスっていう人のその主観的な理解。マルクスっていう人がどういうふうにその社会の構造っていうのを理解してたのかっていうのを追体験したいって言ってるだけなんです。別にマルケが正しいとか、妥当性があるとかじゃないんです。マルクスの中でどういうふうに理解されてたのかっていうのを理解したいんです。だから資本論は読みます。だからこれは捨てないんですよ。もう大量の何百冊も本廃棄したんですけど、資本論だけは捨てられない。で、しかもその中国っていう国は、今の中華人民共和国っていうのはこれに依拠してるわけです。マルクス・レーニン主義っていうものに、立脚して作られた国ですから。これをちゃんと理解しないと、今の中国も理解できないわけです。今の中国は額に汗して働く労働者が作った国なんです、ってことになってますよ、一応。労働者、農民、学生、学級者、知識階級、一般。この労働者、農民っていうところですよね。農民、ダオドンジューが作った国なんですよ、中国っていうのは。それは少なくとも今の中国共産党が政権を取ってる限り揺るがないことです。で、そういう話は、現代文学を読むとよくわかります。中国の現代文学。中国の現代文学に描かれる名もない貧しき人々が苦難の中で作り上げた国なんですよ、中国は。だから同じ中国語圏であっても台湾とは全然違うんですよ。日本は台湾好きですけどね、台湾も日本が好きらしいですけど、国の成り立ちが全然違うんです。その根底にある思想が違うっていうか、その今の中国っていうのは人為的に作った国なんで、アメリカに近いんですよ。アメリカにかなり似てると思います。そういう意味では。人工的な国家なんですよ。中国っていうのは。その歴史的に、自然に成立したわけじゃなくて、人工的に計画的に作っていった国なんで、そのアメリカとの比較っていうのは面白いですよね。アメリカが自由と民主主義っていうものをすごく大事にする国っていうのはその成立の背景に起源がある。で、同様に中国もそのラオドンジュが作った国だっていうのが大事なとこなんですよ。反封建主義、帝国主義を打倒して作った国なんだ。反封建主義、まあ、つまり
金持ちが貧乏人を搾取する構造です。そうやって虐げられてきた労働者、それから帝国主義、これは国と国との関係で、やはり金持ちの国列強がアヘン戦争以来中国を搾取してきたわけです。国の中では権威のある人間たちが、権威権力のある人間が労働者を搾取し、国と国との関係では権威権力のある列強が中国という弱い国を搾取し、そして最終的には隣にあった日本っていう国がその帝国主義の手先となって中国を侵略したわけです。東方侵略者です。東方の侵略者がやってきたわけですよ、なし崩しに。で、最終的にその日中戦争ってところにたどり着いた。で、今の中国の国家、義勇行進曲で、どういう内容のことが歌われてるのかっていうのをちゃんと知らなきゃいけないですよ。あれは日本のことを言ってんですよ。中華民族到了最危险的时候。中華民族は、到了最危险的时候。最も危険な時に直面していると。それは、東方の侵略者に侵略されて国が脅かされてるっていうことです。で、その脅かされた外観、内憂外観の外観を、まあ一応、その、共産党と国民党が一応手を結んで国を挙げてそれを撃退したわけです。で、撃退した結果、っていうかその過程の中で共産党が名もなき虐げられてきた人々の強い共感を得て中国全土を支配したんです。武力によって支配したっていうよりは共感ですよ。明らかに。共産党だったら変えてくれると思ったんです。この何千年も虐げられてきた貧しい人間を我々を救ってくれると思ったんですよ。だから反封建主義、帝国主義、そして東方の侵略者を撃退し成立し、そして最後は国民党っていうそのアメリカの手先みたいな、その共産党の主観的な理解ではアメリカの手先ですよ。アメリカ帝国主義の手先である国民党も台湾党に追放し、成立したのが中国です。これは、だからアメリカでいう独立戦争みたいな感じですよね。アメリカだって独立戦争とかいろいろあって、国ができたわけです。その自分たちが大事にしていた最初に、アメリカ大陸に移住してきた人たちが大事にしてきたものを、まあ、守るんだっていうことで独立戦争があったわけです。まあそういうことで言うと、その南北戦争にあたるものが文化大革命なのかもしれない。あれは内乱ですから。文化大革命も一種の内乱です。で、それを経て、さらにその現代の中国につながっていくものができた。っていうふうに、ちょっとアメリカとの対比で中国を考えるっていう発想が今生まれたので、それについても、ちょっと施策を深めていきたいかなと思ってます。まあ、筋トレしながら資本論を読みます。今日は以上です。